グスターブ・ホルストは、イギリスの作曲家。最も知られた作品は、還元楽のための組曲、惑星であるが、全般的に合唱のための曲を多く残している。イングランド各地の民謡や、東洋的な題材を用いた作品、また、吹奏楽曲などでも知られる。イングランド、グロスターシャー州チェルトナムで、スウェーデン・バルト系移民の家系に生まれ、10代の頃から、 すでに作曲を試みていた。1893年、ロンドンの王立音楽院に入学して、パリーやスタンフォードの下に音楽を学んだ。王立音楽院ではトロンボーンも学び、卒業後はオーケストラ奏者として生計を立てていたこともある。この学生時代に、ボーン・ウィリアムズと知り合い、特に故郷を同じく、グロスターシャートすることもあり、信仰を深めた。ホルストは、 ウィリアム・モリスのハマースミス社会主義者協会に参加し、1896年に協会の合唱団の指揮者に招かれた。1901年には合唱団のメンバーであったイソーベル・ハリソンと結婚している。1900年に作曲されたコッツウォルズ交響曲の第二楽章はモリスに捧げる愛歌である。1895年頃からホルストはインド文学に傾倒し、 ユニバーシティカレッジロンドンでサンスクリットを学んだ。20世紀の最初の10年ほどの間に、公共誌、インドラ、オペラ、シーター及び、サービトリー、カーリーダーサ、メーガ・ドゥータに基づく合唱曲、クモの使者、及びリグベーダの参加に基づく、多数の合唱曲や歌曲を発表している。中でも1913年に初演された大曲のクモの使者は、自信作であったが成功せず、 ホルストはひどく意気消知している。ホルストは1898年に王立音楽院を去って、一旦カール・ローザ・オペラのトロンボーン奏者及び、声楽教師の職を得るが、その後は教職につき、1905年から没するまで、ロンドン近郊のハマースミスにあるセントポール女学校の音楽教師の仕事の傍ら作曲活動を行った。1905年に初演された。 神秘的なトランペット武器にはワーグナーからの強い影響が見えるが、その後はより単純なイギリス民謡に惹かれるようになっていった。1910年代には、チューダー朝時代のマドリガルやバードパーセルなどの古いイギリスの音楽も好んだ。雲の死者やアルジェリアの民族音楽に影響を受けて書かれた還元楽組曲ベニモラなどの失敗で塞ぎ込んでいたホルストは作曲家、 アーノルド・バックスの弟のクリフォード・バックスとスペインを旅行し、この時にクリフォード・バックスから先制術の知識を得た。おそらくこのことがきっかけとなって、ホルストは組曲、惑星を作曲した。ホルストの名声は1920年に初演された、この曲によって一気に高まった。やはり1920年に初演されたイエス参加も大成功であった。 ホルストはその後も多くの作品を発表したが、惑星以上に名声を博す作品を残すことはなかった。1934年、出血性胃海洋のためロンドンにて生居。59歳没。エドワード・エルガーとフレデリック・ディー・リアスも同じ年に没している。小惑星のホルストは、グスターブ・ホルストにちなんで命名された。作品については、 グスターブ・ホルストの楽曲一覧をご覧ください。ホルストは、オペラや歌曲、ピアノ曲なども多数作っているが、主に還元楽曲や、吹奏楽曲、弦楽合奏曲が広く知られる。ありがとうございます。